今回はトマトのチリソースとスパイシー揚げ餃子を作ります。それではスタート。玉ねぎ1/4個、みじん切りにします。スライスチーズ2枚、棒状に切ります。トマト1個、角切りにします。合いびき肉 200g くらい、塩小さじ3分の1、チリパウダー大さじ2分の1、またはチリペッパー大さじ2分の1、ケイジャンスパイス小さじ1、またはカレー粉小さじ1、トマトケチャップ大さじ2分の1、酒大さじ1、粘りが出るまで練ります。粘りが出てまとまってきたら、玉ねぎを加えます。グーパーグーパーして玉ねぎを練り込みます。餃子の皮は適量。肉ダネを包んでいきます。4箇所羽を作ります。念入りに密着させます。ボウルにトマトを加えます。塩少々。エキストラバージンオリーブオイル大さじ2。スイートチリ大さじ1、またはタバスコ適量。黒胡椒適量。混ぜ合わせながらトマトを粗く潰します。揚げ油適量、160度に熱します。4、5分程度揚げます。茶色く色がつくまで揚げます。焼き色がついたら取り出します。残りも同じようにします。ある程度熱が冷めたら器に盛り付けます。チリソースをかけます。チーズを加えます。粉チーズ適量。これで完成です。